バウンティーラッシュアディオスエルテ。正直キングに注目を奪われ続けているオデッセイコラボの新キャラアディオ。性能自体は面白いですが、このコラボの行く末が心配です。彼の強みは攻撃力増加特性を継承できる点。通常攻撃3段目はスキル2を当てることで攻撃力がどんどん増加するんですが、仮に自分が KO されても裏キャラにそれを引き継ぐことができます。この特性を生かす立ち回りをするならば、序盤にこのキャラを出し攻撃力を増加しまくる。中盤以降にやられてより優秀な裏キャラに攻撃力を引き継いで暴れてもらうといった流れが理想的です。弱点としては状態異常普通に食らってしまうことと、通常攻撃3発目が結構透けることがあるので、まあそういったところは注意が必要ですね。まあでも配布キャラの中では強いです。ヨロケム向や気合のたすき特性があったり、スキルもかなりかっこよく、攻撃力を引き継ぐアディオ魂など魅力的ではあるんですけれども、キングと比べると注目度はまあ正直下がっちゃいますよね。じゃあアディオにあってキングにないものは、顔、美貌、あいつマスクしてるやん。あんま自信ないんやで。顔顔顔。ああ。